大谷翔平とトラウトの活躍次第で、来季はエンゼルスの年になるかもしれない。と、米メディアが解説している、2022年に期待する3つの理由。米メディア、ハロハングアウトが、2022年のロサンゼルス・エンゼルスに期待する3つの理由、と題し、来季のエンゼルスの展望について解説した。 その中で大谷翔平投手とマイク・トラウト外野手を取り上げている。以下、米メディア、ハロハングアウト、記事より、一つ目の理由として同メディアは、エンゼルスが MLB を代表する二人の選手を持っているからだと説明した。トラウトはこの10年間で最高の選手であり、大谷は今季最高の選手だったと評価している。 トラウトは怪我に苦しんだシーズンだったが、それでも36試合で打率3割3分3輪、8本塁打でオップス1.090出塁率4割6分,6分6輪プラス超打率6割2分4輪を記録しており、キャリア最高の年でもあった。と伝えている。二つ目と三つ目の理由は、 それぞれアーロン・ループ投手とノア・シンダーガード投手を獲得したことを挙げており、投手陣を強化したことから期待値が増しているようだ。大谷が今季のパフォーマンスを維持した上でトラウトの復活があれば、来季はエンゼルスの年になるかもしれない。